セクストゥス・アップレウスはプレブス出身の共和制、ローマの政治家、軍人。紀元前29年にオクタヴィアヌスと共に、失政官を務めた。アラパキス南面、アウグストゥスをローマの大祭司として描き、家族と共に描いている浮き彫り装飾。中年の新官は、アップレウスの可能性がある父は、同盟のセクストゥス・アップレウス。母オクタヴィアは、 オクタヴィアヌスの半姉である。紀元前20年の執政官マルクス・アップレウスは弟、紀元14年の執政官セクストゥス・アップレウスは息子である。オクタヴィアヌスの老いであることもあり、彼の知性の間にアップレウスは多くの養殖を経験した。紀元前31年には鳥占い官、2年後の紀元前29年には執政官に就任し、 当時の監修に従って6月30日まで務めた後にマルクス・ワレリウス・メッサル・タ・ポティクスに交代した。紀元前28年には全執政官としてカンタブリアン戦争中のヒスパニア族衆の総督を務め、紀元前23年から紀元前22年にかけてはアシア族衆の総督となっている。ヒスパニア族衆総督としておそらくはカンタブリ族に勝利し、 ローマに戻った紀元前26年10月12日には外戦式を実施している。紀元前21年と紀元前20年にはアルーアルブレテレンの一員を務めた。紀元前12年、マルクスウィプサニースアグリッパの葬儀をティベリウス・クラウディウス・ネロ、プブリウス・クインクティリウス・アルス、ユッドス・アントニウスと共に取り行った。カッシウスディオは紀元前12年前後に アップレウスとガイウス・マエケナスは、貫通の手助けをしたとして告訴されたとしている。アシア族州に残る碑文によると、アップレウスは、プブリウス・クインクティリウス・ウアルスの女兄弟である、クインティラという女性と結婚し、西を設けた。息子は、紀元14年の失政官セクストス・アップレウス、娘は、アップリア・ウアリリアであるが、貫通罪で追放されている。 紀元前8年の段階で、ティベリウス・クラウディウス・ネロの公認として、アップレウスが、イリュリクム属州総督を務めたことは分かっており、その職を、ルキウス・ドミティウス・アヘノバルブスに引き継いでいる。また、カエサルを神格化するための神職フラメン、ユリウスであった可能性があり、アラパキス・アウグスタエに掘られた中年のフラメンは、アップレウスではないかとの指摘がある。没念は不明である。 ありがとうございます。